イノセントな夜の横断歩道。その日、愛子はパパの誠と買い物に来ていた。その買い物帰りに横断歩道を渡っていた。愛子は誠の手を握りしめ、二人並んで信号が青になるのを待っていた。しかし、突然現れた暴走車が二人を引き、愛子は即死、誠は重傷を負った。10年後、事故のあった日と同じ夜、誠は事故の後遺症で車椅子に乗っていた。愛子とよく渡っていた横断歩道にいた。夜の闇に包まれた街灯の下、あの日のことを思い出し、誠は愛子のいない寂しさに打ちひしがれていた。その時、一匹の黒猫が現れた。黒猫は誠の足元に寄り添い、夜空を見上げて泣いた。誠は猫を見下ろし、愛子との思い出がよみがえった。愛子は猫が大好きで、よく野良猫に餌を与えていた。黒猫は愛子によく懐いていた猫に似ていた。もしかしてお前？誠は声を震わせながら黒猫に語りかけた。黒猫は誠を見つめ、再び夜空を見上げた。その時、一台の車が横断歩道に近づいてきた。誠には車が猛スピードで走ってきたかのように見えた。止まる気配がない。誠は恐怖で身震いし、車に轢かれそうになった。しかし、次の瞬間、車はちゃんと停止した。車は誠の目の前で止まり、運転手は車から降りてきた。大丈夫ですか？運転手は誠に心配そうに尋ねた。誠は運転手を見上げ、目を疑った。運転手は、あの日、愛子を引き、誠に重傷を負わせた男だった。男は誠と猫を見つめ、何かを悟ったようだった。あの日、本当に申し訳ありませんでした。男は涙を流し、誠に謝罪した。誠は何も言えず、ただ男を見つめるだけだった。黒猫は男の足元に近づき、泣き声を上げた。男は猫を優しくなで、黒猫は誠を見ると、男にまた撫でられた。この猫はもしかして、あなたのご家族ですか？男は恐る恐る尋ねた。誠は静かにうなずいた。あの日、私は本当に。男は言葉を詰まらせ、再び涙を流した。誠は男の言葉を遮るように、こう言った。もう大丈夫です。誠は男に微笑みかけた。男は誠の笑顔に深く感動し、何度も頭を下げた。黒猫は誠と男を見つめ、満足そうに喉を鳴らした。その夜、誠は黒猫と共に家に帰った。黒猫は愛子の代わりに誠の心を癒し、彼の孤独を埋めてくれた。誠は黒猫が愛子の生まれ変わりだと信じている。黒猫は愛子の代わりに誠を守り、彼に生きる希望を与えてくれた。誠は黒猫と共にこれからも生きていくのだろうと思った。